じゃーん。きれい。よいしょ、配信用のソフトにカーソルを動かすと音が消えちゃう。この音楽よ。後ろでチリンチリンってなるやつ。あ、ほんとだ。KP 後回し。そうだ、胃腸の都合で後回しにしたわけじゃないです。お酒飲みましょう。よいしょ。では普通にセブンイレブンに売ってあった白ワインです。さあ、お酒飲みながらグラスマスカレード楽しんでいきます。今夜もよろしくお願いします。乾杯。お、辛い。うん、苦辛。うん、美味しい。あー、最近お酒飲みたかったんですよね。あんまり飲んでなくて。乾杯。ケピケピ。特に変えることはないよね。あれ？グラフィックが若干解像度が違う気が。だよな。あ、これ。これでお願いします。ランゲッジ。なんか問題があったら変えよう、それ以外は。にゃ。オプション、中断後に続けるでいいのかな。中断後に続き、グラフィックス。あ、なってるね。よし、やってこう。あー、この音。お、パズルはテーマ別のシリーズに分かれていて、各シリーズにそれぞれ5つのアートワークが含まれています。開始パズルの一つを選択してゲームを開始します。蝶の左の羽には文化に関連したアートワークがあり、右の羽には自然に関連したアートワークがあります。え、自然がいいな。お好きなボードをカット、ゲームモード、難易度を選択してください。はーい。わー、すごい。ボードカット。あ、シャード式ね。あー、そう。ハニカムバージョンとかも、あるって聞きました。ランダム。まあ、今までの感じでいくとシャードだよね。ランダム。統計情報をカウントせずゲームだけをプレイしたい場合に選択します。あ。バッチ。あ、スピード。あー、バッジなんてものがあるんだ。え、バッジはちょっと見てみたいな。うん。難易度はリラックス。いや、高い。ハードモードでやろう。プレイモード、洪水。端のフラグメントから始まります。ふん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 。下から始まる。へー。利用可能なヒントはありません。ランダム。え、どうしよう。クラシックでいこうかな。クラシックでいこう。文化か。始まったぞ。どれか分からずに何か始まったぞ。お、セードインジゲーター、ボードへのエラーのないフラグメントの配置レベルとタイマーを反映します。え、
あ、ゲームや栄光、有効、え？影響しません。あ、ちょ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 、見てなかったけど、まあ普通にやればいいのかな。これはなんだ？これわからん。おー、すごい、隅っこが出来上がっている。あ、なんか、慣れない。ほい！おー、なんか、不思議、今までとちょっと違うぞ。色合いで考えるか。端っこが全部同じ形してる。あ、これ回す。あ、そっかそっか。難易度。ハードか。じゃあ、違う。ちょい待って。ここか。うん。おー、難しい。スピード表示。ね。そこはあまり気にせずに行きたいな。気にしなきゃいっか。これはよくわからない。のんびりやろうね。あ、え、待って。YouTube の仕様もちょっと変わってて難しいな。やっぱね、ハードが好きになっちゃいましたね。前までは全然ハードしない人だったのに。こっちじゃない。ということは、こっちか？絶対に、こっちか？ろうそくから攻めるのはありだね。で、村は水色の部分と顔があって、下側にお花が、バラがありますね。こうかな。こうか。こうか？違うか。これもバラだな。でも大きいバラだ。難しいな。難しいよ、ちょっと。そりゃハードモードだもん。難しいよ。よしよし、ろうそくから行こう。よし。いやー、この音の感じねー。あー、いいね。変わらずだ。いやー、やりたくてずっとうずうずしてたんですよ、グラスマスカレード3。発表された時の喜びから。結構発売まで早かったですよね。多分水色が上にあるんだよね。こういうとこに。バラは、上にもある、ひょっとしてバラ。そうなのかも。これは違うろうそくだな、また。いろんな種類のろうそくがあるのか。これはわからんな。これひょっとしてろうそく？この、白いやつ。それの身を取りたい。こんばんは、グラス3だーです。もうずっとね、このゲームは基本的に月1配信でやるってなんか心の中に決めているので、ずっと我慢してたんですけど、ここだ！ずっと我慢してたんですけど、もうねー、やりたくてたまんなかったんですよねー。ここら辺のお花、あ、ここだ。違う。いや、違う。難しい。なんか話したい話があるんだけどな。なんだっけな。ああ、そうだそうだ。ポーションクラフトをね、無事にクリアしました。次にやりたいね、動画でやりたいゲームがね、いくつかあるんですけど。いやー、本当にやりたいのもいっぱいありすぎて、ここだ！決めらんないけど、一応決めました、次は。
とダンジョンバンチーズが最近ね楽しいんですよ。ストーリーががっつり進んできて。おすすめです。ね、やっぱりね、BGM いいですよね。癒されますよね、このゲームの BGM。このゲームさ、このゲーム、私の中で、ピーチ配信の最初に大体やるゲームなんですけど、普通最初にやるゲームじゃない気もするんですよね。もうちょっと、夜も深まってきて、みんな寝落ちしてくれっていう感じの時にやるゲームな気もするんですけど、でもね、楽しいものはね、やりたいよね、すぐね。こんばんは、そう、グラスマスカレード3です。とやりたかった。いや、本当に出てくれるとは思いませんでしたね。あ、よし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 、出てほしいとは思ってたけど、ここ旗がありますね、こうね。わかりやすいポイント、旗。お、ここだ、よしよし。以前の配信見てグラス1、2買いました、スイッチ版。いいですね。癒されますよね、このゲームね。としたタイミングに、あ、やりたいなってなるゲームだと思います。ここは、これか。よしよし。やっぱ綺麗ねー。絵のタッチはちょっと変わったなーって思ってたけど、やっぱねー。綺麗なことには変わりないですね。楽器があるんだよな。ろうそくと楽器と、真ん中に人がいると思うんだけど、この花の感じは上の方の花だと思うんですが、違うのか？わからん。ここか。ずっと探していたここ。ここ帽子みたいなのあるな。はあ、おいしい。クリアクラフトクリアおめでとうございます。アップできたら再プレイもありがとうございます。そうなんですよね、アップデ内容が予定してる。アップデ内容がとても面白そうなんですよね。前配信でそれ読みながらすごいワクワクしてる感じにして、と他の人を置いてけぼりにしてたような気がするんですけど、いや、すごい面白そうなんですよね。アップデ後もちょっとやろうかな。動画では多分やらないけど、ちょっとはやりたいな、あれ。これかな、この帽子みたいなのを作りたいな。
ネーションみたいなのと人の顔があって、これかな、これがこの後ろの、うん、あ、よし、これ帽子だったかこれ後ろだな、後ろの黄色い点みたいなやつ、後ろの背景の窓だ。ここはちょっと違う、顔の形っぽいから、耳に見えるんだよな、ここら辺。よし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 、オッケー。そうそう、スタートから寝落ちするゲームをプレイするんですよね、なぜか。なぜかそうなってしまった。ここら辺でしょう。だあ、違う。まあ、ちゃんとね、一個ずつはめていきたいね。それはここ。よしよし。で、これが、あ、じゃあ、反対側だったね。ここら辺。よし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 。で、ここだね。ここまで来たら、あれ？男性と女性が横にいるな。女性だな、これ。あ、よし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 、やった。これは、ここで、マスカレードじゃん？マスカレードじゃないか、これ。グラスマスカレードじゃないか。ここに来て、ツリーまで来て、ついに。グラスマスカレードの絵ではないかい、これ。ねえ、わかんないや。携帯でやると寝落ちにして頭にガーンと当たっちゃう、そんな気がしますね、このゲームは。穏やかに眠れるもん、プレイしたら。うん、よいしょ。FF ねー、16もうすぐだけど、どうすか。いやー、したい。プレステ5を持っていたらしたいと思いますが、最近私のお財布事情が結構厳しめなので、ちょっと買えないですね。やりたい、すごい面白そうだと思うんですけど、すごい好みな感じするんですが、買えません、悲しいことに。人が出てきたら、やっぱり分かりやすいですね、人の部分は。よし。うん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 。おー、よしよし、想像がついてきたぞ。この帽子、帽子、あ、ここか。OK。で、ここ帽子。いや、ある程度埋まってくるとやっぱカチカチハマっていいですね。んー、でもカチカチハマらないな。なんだ？あ、このお花。なるほど、頭の上のとこにもお花があったのね。これは、これここら辺の何かしらにありそうだけど、これか。うん、格付け流秘技、なんとなく離れたところでカチッの技ね、発動しましたね。まさか本当にハマるとか思ってないんですけどね、自分でプレイしながら。余りましたね、バッチリ。ろうそくが下の方がどうなっているのかまだいまいちわかんないね。楽器を持っているであろう、言葉わかる。楽器のどっち向きかな。弦楽器を持っているのはわかる。違うな。
ってるのかな。フェイスペイントにも見える。うんですね。まあどちらかというとフェイスペイントっぽいけど、でもグラスマスカレードっていうゲームタイトルだからな、マスカレードであると期待したいけど、確かに耳まで白いな。これはフェイスペイントですね。ちゃー、いや、さっきの惜しかった気がするよ。こうか？あ、違うの？か。何回も失敗して、なお、無理やりはめる技は使いたくない、できるだけ。Steam リリース遅いんですよね。他の主要メーカーはもうだいたい PC とコンソール同時になったというのに、まあまあソニーさんとやっぱ長くお世話になっているからじゃないですかね。 PC で出るだけでも私は結構ありがたいですよ。最近出てくれるから。あ、この音楽、この音楽今までもあった曲じゃないか。え、これお花、ひょっとして逆向き？おお、逆向きだとは考えなかったな。はあ、かっこつけて持っちゃって、この草がボーボー生えているところは多分ね、女性側の服がそういう感じの服なんじゃないかって。そんなことなかった。背景の草でした。え、でもこの花とかは絶対そうだよね。スチーム版ないんだですね。いつかは出しますみたいな感じでおっしゃってた気がします。でもできるだけもう最初からプレイしてほしいなみたいな感じのインタビュー記事はあったような気がしますが、私の想像の中のでっち上げかもしれないから、本当に信じるのはその記事を読んでからにした方がいいかもしれないです。ふん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 、吉田 P の FF だから楽しみなのに。はい、面白そうです。面白いですよね。FF14 も結局あんまりプレイできてないんですよね。やりたいとは思うんですが、あまり切る前にしばらく離れちゃったらどうなっちゃうんですよね。ね、FF14 って結構ある程度プレイしてからどんどん面白くなるっていう話も聞きますからね。まだそこまでいけてないんだよな。これだ、後ろカッコつけて持っちゃって。もう借りづらいぞ。腰に手を当てている女の人。この楽器、これ女の人の手なのかな。ひょっと、どうなってるんだ。楽器がどう持たれているのか今のところ全然わかってないけど、あ、楽器ここにある。ここ見えてた弦が、こうか、こうか、こうか。
珍しい楽器だな。こんな最後の方分かれてるんだな。ではボタンのあたり、よしよし、ここまで来たら早いぞ。こっちか。こうか。あ、ちょい、違う。どうなっている？このバラは上の方だな。ここか。ストーリーに力を入れているのに海外ではすでにクリアしてネタバレしている動画もあるとか、それはね、自衛ですよね。ついつい見ちゃうこともあるけど、もう今のね時代は、これを、もう自衛ですね。見ないようにする努力をするしかないですよね。OK。まだね、こう全くプレイする前に見た場合はあんまり頭に入ってこないんですけど、微妙にある程度プレイしてからネタバレ見ちゃうと結構ダメージありますよね。分かっちゃうっていう、もう誰が誰だか分からない状態で見たって、そんなに結局見ても分かんないんですけど。ほらー、この三角はどこだろう。ここか。だあ、違う。ここかな。ここもここら辺っぽいな。よしよしよし。え、綺麗だな、相変わらず。綺麗だな。絵はよりリアルな感じになったけど、変わったけど変わらずの綺麗さ。ここか。ここだ。ここだ。ここだ。ここです。で、あい、なるほど、そうやって持ってたのね。カーネーション。20分。わずか 67%。そっか、適当しちゃら、そんなことになっちゃうのか。ちょっと緊張感あるな。緊張感あります。お、お、あ、いろいろ開いた。なるほど。ハートが飛んできてる。ありがとうございます。7分以内に組み立てる。ランダムモードまたはボードカットで組み立てる。あー、難しいんだろうね、きっとそれ。あ、死者の日か。死者の日か。グラスマスカレードじゃなかった。死者の日でした。あれだね、なんだっけ、ディズニーのあれのテーマのやつだな。ね、メキシコなんですね、死者の日でした。正解。
梅クラゲが美味しい。ベセスダは新作を絶対 PC と Xbox でしか出さないと明言していますが、スクエニは時差つけて各ハードで出すなんですね。ですね。契約問題確かにありそう。うん、契約問題か、やっぱり、その機械、機種に合わせた修正を全部やってから出すってのも大変だから、出してからいろんな修正と合わせながら別の、なんて言うんだっけ、別のやつで出すっていうのも、まあ、やり方としては納得いくな、自分の中では。アメリカは広いから早めにパッケージを流通、そこから反則行為があるのかな。ああ、そうなんですかね。反則行為なんですかね。メキシコのソンブレロ、ああ、確かに言われればそうですね。 FF16 をミュートワードにしなきゃですね。もう絶対ネタバレ入れたくないっていう人は入れた方がいいかもですね。早く自分の達成や感想をネットに上げたいのもわからなくはないですからね。そう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 、自衛するしかない。そうなんですよね。あ、ですね、フラゲー呪文やルール違反はダメですね。素敵ね、素敵。いや、やっぱ絵もいいですね。音楽も絵も。すいません、ちょっと固まってたと思いますが。え、スパイマイの入手は対戦ゲームだと大問題。あー、そっか、ストリートファイターとか賞金1億超えだし、確かにそれは大問題ですね、対戦ゲームは。あ、そっかそっか、リメンバーミーだ、そう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 、リメンバーミー。最近はリメンバーミーに寄せたイベントになってるって本当でしょうか。逆にね、逆にその方が確かにウケるかもしれないですからね。海外での FF やストリートファイターの人気は嬉しいですが複雑。うん、難しい問題です。リメンバーミー面白かった。あ、そうなんですか。実は見てないんですよね。言ったけど見てないんですよね。ディズニーの映画はやっぱ安定して面白いですよね。FF7 の続きも PS 限定なんかな。ゴルゾソーサーでスノボーしたい。うん。したいですね。すごい面白そうだった。トレーラー。ちゃんとレッド13を操作できてた。したい。でも7のね、元々のやつも PS じゃなくて PC 版で遅れて出たので来るんじゃないですかね、 PC。 ユフィのやつがDLC が PS4 では出てないから、ちょっと微妙なとこではありますが、PS4 は。それで言うと、まだ PC 版も出てないかね。文化と、自然って書いてあったけど、文化の中にも3つに分かれてて、自然の中も3つに分かれてるっぽいですね。で、下が動物だ。動物行きたい、早く。ここが休日なのかな、お盆かな。
っごいグラスマスカレードじゃない？マスカレードじゃない？じゃあこっち行ってみよう。自然の方、植物系かな。行きましょう。五千プッシャーも2出てましたね。あえてぐるぐる回る感じじゃなくて、あ、猫ちゃんぐるぐる回る感じじゃなくて、全部正面で打つ形に、よりやりやすい形になってましたね。ベンチの下の猫ちゃんがいるな。目ざとく見つけたぞ。ここかな？あ、違うの？秋の紅葉が素敵ですね。どこから行こう？これベンチだ。ベンチの猫ちゃん。イエス。もこ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 の葉、上の方の色合いがこれだね。ここかな。いや、形は違うんだけど、それっぽいんだけどな。違うけどそれっぽいんだよな。こうか、こうか。よしよしよし、でもここら辺だと思う。こうだ。よし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 。道路だな。ここら辺。まあ。人だ。猫と、人どこら辺にいるんだろう。あー、さっぱりわからないな。ルフィの DLC がルフィの DLC に聞き間違えて、ワンピと FF がコラボって思ってしまいました。ルフィでした。ワンピと FF は想像できないな、コラボ。面白そうかもしれないけど、イエスはもうあかん。サイバーパンク2077の DLC も PS4 には出ない。そうか、サイバーパンクもね。2077でいいんだっけ、読み方。サイバーパンクもなかなか PS4 の最適化に苦しんでいた記憶がありますからね。いやー、まあでもそりゃーちょっと納得感はありますよね。とねー、頑張って対応した結果そうなっちゃったわけだからな。もう期待してはいけないかもしれないですね。むしろ私は PS2 で出るゲームが同時に PS1 で出たりとかもなかったですもんね。ちょっと悲しさはあるけど、全然 PS4 プレイしなかったな。悲しいな。PS4 はもう13騎兵防衛圏のための本体だったな、私の中では。スイッチ版もう出たけど、結局よいしょ、無理。上の方攻めていこう。ピースが減るだけで随分やりやすさは変わるからね。
っぱカプレーゼ美味しいな。久しぶりに自分でって言っても、自分で作ったとは言えないけど、スーパーのミニトマトとモッツァレラチーズを買って自分で盛り付けたけど、やっぱ美味しいね。久しぶりに食べると。やっぱり好きなんだこの味が。意外と上側の色が分かりづらかったな。上側の色もう分かると思ったのに。意外と素早く色が明るくなってしまった。うん、どこだい？難しいよ。やっぱパズルってね、やり始めが難しいのよね。違う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 。こっちの方に黄色みがある。ここか。ここだー。ゲスト元気なので涙目。私も今最新のゲームは、ゲーム機は PS4 です。PS5 のプレイ動画見てると PS4 のロード時間も気になるようになってなってきましたか。 PS5 に移る時が近づいているのでしょうか。PS は最盛期のような多様なゲームの出る環境じゃなくなったので残念。 Steam にその場が変わった印象です。そうですね。確かにね。難しいんですかね。Steam に比べて、Steam とか PC 系のゲームに比べてやっぱ難しいんでしょうね。審査とかね。厳しいし、それに合わせて作るのもまた難しいのかな。あんまり詳しく知らないから何とも言えないけど。カクレーゼです。カクレーゼ美味しいですよ。やっぱ美味しい。間違いないね。間違いなく美味しい。あ、何か遠くを見ているなこの人は。なんか意外にね、これ木の葉が、木の葉が下向いてるんだよね。これ上に向いてる感じかなって思ったんだけど、こうなんだよな。よし。あ、PS1 は CD で PS2 は DVD だから同時発売は無理よ。でも結構同じようなことじゃないです。なんかPS で出てるゲームをスイッチのセットで出すみたいな、そんな容量とかはいろいろ違うけど、それに合わせて作る
それぞれ作っていく感じじゃないですかね。最適化。得意料理お手製カプレーゼ、よき、美味しいです。あー久しぶりに作ったけどやっぱ美味しい。食ってよかった。ここか、よし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 。さっきのパズルより全体的に色合いが似てるので難易度高い。確かにそれか。なんかすごい難しいのは難しいですよ。あ、うん、でも綺麗そうな予感、この絵も。心が洗われるようだよ。で、さっきもやろうと思って失敗したやつ、これ。難しい。このパズル、角の概念がないのが地味に大変。そうだ、そうだ、そうだ。やっぱり普通の他のジグソーパズルとか、まず端っこを探すところからですもんね。角っこと端っこをね。この面ノーマル難易度で遊んだけど猫気づかずスルーしてしまった。猫は真っ先に目が向かいましたよ。これ傘か。傘なのか。なんか手に棒をつけて覗くタイプの双眼鏡を使っているのかなって思ったんだけど、傘だったか。これは木だな。木が上を向いている、これだ。よしよし、ちょっとずつ埋まってきたぞ。もこもこ木、よしよし。もこもこ草。あと埋められそうなのはこれかな。これ木かな。違う？木かな多分。こうか。違う？同じことしたかもしれない。ちょっと青っぽい色味の木の枝。これか。が、もうちょっと根元の方かな。こうか。よしよし。PS1 は32ビット CPU、PS2 は128ビット CPU で、そもそもコードの動きが全然違うって問題もある。あ、そうなのか。今の機種違いとは全く別問題なんですね。PS2 は完全介護感持ってたら、から CD 入りきるなら PS1 で出せばいいし。確かに。確かに。確かに。いやー、いやー、でもなー、やっぱり感謝ですよ。感謝ね。出て出して PS5、 今までのゲーム史だと PS5 版は、 PS5 で出るゲームは PS4 ではまず出ないっていうのが結構一般的だったのが、今は出るのが一般的になって、ちょっと贅沢になっちゃってるかなってちょっと思っててね、自分含めね。いや、むしろ出してくれてありがとうの精神でいきたいなと思ってます、個人的には。あ、パズルです。そうそう。いやー、ちょっと
っと遊びたかったんです、このパズル。エラスマスカレードの3。これは遠くの風景かな。ちょっとうっすら見えているのは、ここか。オッケー。で、青色の木はこっち。よしよし。この人、あとちょっとなんだけど、どこだ？あ、これか。よーし。あと傘も埋められそうだな。BS って名前一緒だけど中身が全然違うから介護感できないという話も聞いたことがあります。そういうことか。そういうことなんですね。一部バージョンでは PS3 で運のソフトが遊べたり、素人目にはカオスですね。実際に作ってみないとなかなか実感はできないんでしょうね。いらっしゃい。穏やかなブラスマスカレード3をプレイしております。こっからだぞ、難しいのは。いやー、どんどん簡単なところは埋まっていくけど、難しいのが残り続けていく。いやー、厳しいぞ、ここから。水色が、あ、水色と茶色のコラボレーションがここで、このキラキラしているのはなんだ？すごいキラキラしているのは。傘だ！オッケー。うん。と茶色いのが、この濃い茶色が、こうか。このこれはなんだ、道路かな。よし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 。あとは、もう難しいぞ。これ茂みだな。茂み、ここで。茂み行こう。茂み。ここだ。よしよし。あとは、柳の木っぽいこの、垂れてるやつはここら辺だな。いやー、難しいな。オッケー。茶色、茶色。なんだこれ。なんだこれ。さっぱり。あ、ここら辺っぽい。あ、ここら辺っぽくはあるけど、あれ、ここかー。よしよし。
難しいけど、やっぱ難しいからこそ悩むのが楽しい。どこだ、これなんだ。いや、これは難しいぞ、この絵。これは難しいぞ。この辺か。この辺だ。よしよし。やっぱこの濃い木だな。この濃い木をまず埋めていって、これはまた違う濃い木な気がするんだよな。あと、こういう葉っぱ。こういう葉っぱは手前側に集っている。よし。リアルパズルみたいな難しいピースだけが残っていくところ、そうなんですよね。だいたい空とか真っ青な青空とか黒い床みたいなのが残りますもんね。最後は辛いんだよ。でも完成した時のね、喜びは大きいんですよね。そういうのほど。よしよし、これもそうでしょう。よし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 。なんだこのドームみたいなやつ。キノコみたいなドームみたいなのがあるな、ここに。あれー、なんだーこれは。ここだー。よし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 。ふぅ、こうだな。よしよしよし。街灯だったのか、それ。PS3 の PS2 互換は、なんと PS3 本体に PS2 のチップを PS3 とは別に乗せるという力技なので、それ、すごい力技だ。チップ入ってたんですね、PS2 のチップ、そのまま。多いな。すごいな、きっと社内会議でわーわーなったんだろうな、それ。PS2 では PS1 のプレソフトがプレイできたんだから入れるべきだっていう派閥があったんだろうな、きっと。確かにこのオレンジ色の木々ってカナダのイメージちょっとありますね。国旗からそうですもん。イメージありますね。こうか。どんどんハマっていくぞーですよー。ちょっとずつこうやってね、進み始めた頃が一番楽しい。ここか、ここか。いや、でもなんかこの絵はやっぱ最後まで難しいな。絶対これだってなかなか言えない、この辺特に。ここか。ここだ。終わりが近い。よし。青色がちょっと見えている。よしよし。これは、これ?あ、これだ。いや、形でやっぱ判定してるもんな。形で判別してるもん、最後まで。こうだ。おー、難しかったー、これ。あ、でも好き。鳩もいる。好きだな、この絵。はーい。
ずん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 。あ、風景、秋、シンプルだった。なるほど、じゃあ四季かな、この辺。あ、いや、夏、夏。5個だ。5期だ。え、どっち行こう。悩む、もう一個二個はやりたいよ。楽しい。二個やろっか、あとね。いつもより。まあ、第一回目だから多めに行こう。これで。ドラゴン。中国系な気がするな。春節かな。って言ってもあんまり知らないんですけどね、春節。名前しか知らないんですけどね、どういうものなのか。日本のお盆的なものだと勝手に思ってるんだけど。うん。雨上がりの木漏れ日プラス紅葉ね、素敵な絵でしたね。初期 PS3 の介護官エミュレーターと思ってたら力技だった。まさかですよ。力技だったのか、あれ。秋感を感じるイラストでした。秋ってやっぱいいよね。一番好きかな、季節で言えば。真ん中に船があるのはわかるが、水か、なかなか難しそうだぞ、これまた。よしよし。水から攻めていこっか。ナイスクリア、どうもどうも。パズル続行です。楽しいです。やっぱ最初って難しいな。まあ、今回はさっきのに比べて色味が上下で違うから、さっきよりは簡単そうだけど、どこから船が始まるのかがわからないな。この雲の感じ、ここらへん。これだ。で、これか、塔があるな、五重の塔みたいなやつが。ここから行こうか。よし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 。こうなのか、こうなのか、こうだ。よし、わかりやすいぞ。おー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 おお。さっきのに比べたら断然やりやすい。あれ。違う。よし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 。これはまた遠くのや
やつだな。また別のがあるね。別のやつが立ってる。これは船、ここ長屋みたいなのはこっちの方にあるな。塔が、これまた遠くの塔を取っちゃった。これ近い塔を、近い塔を、あれこれもそんなに近くないかも。むむむ、気分転換に海に走ろうかな。これではない。秋の夜は私も好きです。いいですよね。夜も、夏の夜はやっぱちょっとね、蚊がいるのが問題ですね。秋の夜は虫がね、コオロギとかの虫が鳴いてるのがまたいいですよね。よしよしよし、いいぞ。これドラゴンのお腹っぽい。あー違うか。海を攻めたいけど、お人がいる。攻めたいけど、これか。よし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 。これは鬼頭、鬼頭ホラーのコラボレーション、ここだ。へい、この辺もいけるのかな。これか。よしよしよし。よし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 。ここらへんじゃ。ああ当たりだ。いいね。ここか。よし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 。順調に埋まってきたぞ。この感じはこっちの方。これはちょっと早いかな。これ。ここ。よしよし。どこ行こう次。灰色、水。ドラゴンの顔どこだろう。顔。あったあったあった。意識して探したらすぐあったね。これドラゴンの尻尾か。はい、よしよし。で、提灯みたいなのがいくつかあるね。よしよし、あ、意外と可愛らしい顔をしていたな。これはどこだ。これ尻尾の方か。よしよし。あ、結構下の方まで体あるんだな、ドラゴンの。じゃあこの辺はもう、ここら辺なのか。あ、うっしょっけー。いいよー。お、いいねいいねいいね。どんどん埋まってくねー。よいしょー、くっ、うぅ、精度項目を意識すると少しストレス溜まりそうですね。あー、確かに全然意識してなかったけど、
精度99とか目指すと結構大変そうかも。こっち向きかな。え、やっぱこっち向きかな。これわかんないな、これ。ちかな。前わかんなかった。わかりそうでわからないやつ。これは、ここら辺、濃い色してるから、この辺だな。こうか。いいね。後ろ髪かな。よし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 。あれ、これじゃないのか。うん、いいよ。あれ、違うの？絶対ここら辺だと思ったのに。あ、確かに違うな。しっかり見てみたら。これに騙されるのよ、いつも。こっちか、これか。オッケー。塔があって。じゃんたん、じゃんたん。オッケー。夏は夜を歌って。清少納言さんと分かり合えない。春は明けぼの、秋は夕暮れ、夏は夜ですっけ。それは分かり合えないな。夏の夜か。いやー、うーん。傘いなければね。いや、でも熱帯夜は辛いか。分かり合えないな。すりゃいいんだ。どこだ？ここか。よし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 。これはこれはどうだどうだ。ちょっとあんまり、なんだこりゃ。建物であることは間違いないんだけど、なんだこりゃ。ちょっと木々との関わりがよくわからないな。ん？夏の夜には花火があります。あ、なるほど。なるほど、花火があるか。夏の夜は、言われてみれば。花火大会とかいつ以来行ってないだろうか。ドキメモやってると花火大会行きたくなるんですよね。しばらくやってないから、そんな意味は今行きたい気持ちがないんだけど。船かな。うんうんうん、船っぽいですね。
たちが乗っている。楽しそうにワイワイしながら乗ってるっぽいね。いや、この緑と茶色のコラボレーションがなかなかうまくいかないんですよ。あ、この辺かな。この辺。何これ、なんだ。ちょうちんを埋めていこう。よし、ちょうちん、よしよし。これも、ここ?よし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 。ここがちょっと気になるな。で、水。よし。水がもうだいたい終わりですね。あ、埋まった埋まった。お、なんかいきなりサクサクし始めたぞ。あー、この後ろの山の感じは中国系の作品で描かれるイメージ。実際がどんな感じなのかは知らないけど、よくこんな感じで描かれてるイメージあるな。そういえば、これがね、上下どっちなのかよく、あ、これか、こうなっていたのか。こうなっていたのか。ん?どうなってるんだ?結構このドラゴンの船ちっちゃい!ちっちゃい!もうちょっと大きい船であると勝手に想像してたな。ちっちゃいのか。あ、それで私の中で狂いが閉じていたんだな。あれ?え?この感じで漕いでると思うんだけど、あ、こうか。うんはん?あー、こうだー。いやー、私が勝手に頭の中で、なんか屋形船みたいなのを想像してたから、混乱してた。なるほど、こんなちっちゃい船だったのね。置こうかな。あ、ちょいちょいちょい。もう一人ぐらいいるのかな。よし。そうだな。納得。うん。なるほど。あ、思い込みって怖いですね。一気に解くのが難しくなっちゃった。思い込みのせいで。よし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 。ああ、こうだ。ああ、こうだ。ああ、あ、でも 75%。17分。やっぱ早かったですね。さっきの絵が難しかったもん。豪勢な船と思い込ませるミスディレクションでした。完全に豪勢な船だと頭の中で勝手に思ってました。一回建物見ると首里城を思い出して切なくなる。え、首里城って何ですっけ?切なくなる感じなんですっけ?私の無知がバレてしまう。首里城?ではなくカヌーだった。思ったより小さかった。コロナで中止されていた花火大会が今年はある。夏が少し楽しみ。お、いいですね、夏の楽しみ。いやー、もう完全に行く気持ちがなくなっちゃったけど、ちょっと行きたい気持ちも出てきたなー。いいですねー、花火大会。クリアナイス。
首里城燃えたんですっけ。首里城という名前は知ったけども、2019年に燃えたのか。あ、知らなかったです。ちゃんと、あら私が、あー、あまり知らないもんだから。こんばんは、いらっしゃい。お恥ずかしながらドラゴンボートでした。うんうん、ボートだったか。惑わされてしまったな。ここは建物の欄なのかな。じゃあこっち行こう。絵的には、そうだな、また水系かな、と山、湖かな。よし、ここか、オッケー。よし、一発目来ましたよ。あ、いたたたた、首里城炎上、知らなかったことに衝撃ごめんなさい、無知でいや、いや、うん、知ってる、知ってたかもしれない、出たかもしれないけど、いや、でもそんな大ニュース知らないはずないですよね。確かにね、2019年なら普通にツイッターもしてるし（笑）お恥ずかしい。あれ、いや、知ってるはずですよね。いやー、忘れてしまっていたというのも、ちょっといけないなとは思いますけど。忙しい日常の中で忘れてたってことで、わあ、へえ、忘れるかな、忘れるかな。でもそうか、私首里城そんな、沖縄っていう気持ちもそんなになかったなぁ、名前聞いても。だから結構海外の気持ちで、あまり近い気持ちになかったのかもしれない、ひょっとしたら。どんどん無知がさらされていくから、もうこれ以上おケツ掘らないようにしようこれ以上は考えないことにしよう。いいね、お花。バズルの花綺麗ありがとうございます。現実逃避させてくださいありがとうございます。恥ずかしいなあ。でもなんか、あ、確かに、わーわーな、騒然としていたような気もする。本日のお酒は
白ワインでございます。セブンイレブンに売ってあった普通の白ワインです。最近はすごいしっかりしたワインとかをあんまり飲まなくなったというか、全部ね飲みきれなくなっちゃってきて、飲みきれなくて無駄になっちゃうのがもったいないからね、あんまりしっかりしたのは買えてないんですよね。知り合いと一緒に飲むとかなら飲みきれるからいいんですけど、一本丸ごと飲んじゃったら次の日が完全にグロッキーになってしまうことになったので、マリーノ買えてないですね。なんかあれだ、ごめん。いや、ごめんなさい。黄色山がパガスキさん、むしろこちらの方がごめんなさいですよ。謝らないでください。ありがとうございます。こちらこそごめんだ。まさか私が把握してないとは思わなかっただろうな。申し訳ない、申し訳ないです。私が社会科全般苦手なことは知っていても、まさか最近の出来事まで把握していないとはって思われてそう。いろんな人に、見てる人に、あー、なんということだ。アレスパ。ありがとうございます。あー、お恥ずかしい、恥ずかしい。これはなんだろうな、夏、春かな。過去に動画でやったなんだっけ、キツネちゃんが時期に合わせていろんな季節を切り替えながら進む、なんとかアットフォールだったな、なんだかな、ゲームの名前思い出せない。なんだっけ。そういうゲームで、四季のうちの春がね、すごい雨がいっぱい降るみたいな時期として描かれていたので、日本では結構ね、夏が梅雨っていうイメージがあるけど、こういう森の中の水の塊みたいなのは春な気がするな。ちょっと回転寿司がピンチだったことは知ってる。え、ピンチってどういうピンチですかね。回転寿司がいたずらによってピンチみたいなのが発生してたのは知ってます。それではないかな、どうかな、とまずいかもしれない。この調子で時事問題をいろいろ出されると、私の皮がベリベリと剥がれていくような予感しかしないです。季節を変えるだけで全然違う展開になってた作品だね。おー、覚えていらっしゃいますか、ありがとうございます。なんだっけなー、あのゲーム、綺麗なゲームでした。あれも時事ネタ話題になってる。まずいぞー、私ダメなんだ。いや、時事ネタも、地理も、歴史も、全部ダメなんだよ。勘弁してください。許して。え、そんなことも知らないの？とか、他にやることないの？って思われても、私が選んでやってることだから、と自信を持って言える、強いメンタルを持ちたいですね。いや、恥ずかしいよ。強く。でも
結構ね、他の人に比べたらちょっとね、詳しい部分もねありますからね。時事系はダメだけど、動物系とかね、ゲーム作品とか、いやーでもそれもあんまり胸を張って言えないんですよね。やっぱ上には上がいるからあんまり胸は張れないな、結局。強いメンタル持ちたいですね。あ、それです。回らなくなるかもしれないやつ。あー、よかった。売っていた。弱点、時事問題。時事問題に限らず、社会系、歴史系、ほんとダメです。歴史、漢字、ダメです。社会科はダメですね、全部。だからといって理科とかがそんな得意ってわけでもなく、単純に動物が好きっていう感じだから、物理とかもそんなダメですね。私の得意科目は技術家庭科と図工なんでね、こう技術家庭科図工音楽っていう、こう5教科から離れれば離れるほど得意になる。体育以外、体育もね苦手ではなかったですね。好きではなかったけど、なのでダメなんですよ。そう、ダメなんです。弱点です、完全に。そうなんです、苦手なんです。月一時事ネタ配信やらないと、テンションが上がんないな。時事ネタ配信はな、いやー、つらーい。地理と時事はともかく、歴史は知ってるとゲーム楽しむのに役立つからおすすめ。それはね、ちょっとすごく思いますね。もっと歴史、詳しくなりたいな、とは、信長の野望とかやるときに思うんですけど、どうしても覚えられないんですよね。なんででしょうね。やっぱ興味の問題なんですかね。知りたいとは思っても。全然覚えられない。やってなくはないと思うんですけどね。歴史を知ってたらわかる、もっと楽しめるゲームはちょいちょいやってはいるんですけど、それで知った知識も覚えてないというか、ゲーム自体面白かったっていう記憶は残るんですけど、ゲームの内容とかしっかり覚えられないから、単純に記憶が苦手なんでしょうね。技術、家庭科、図工とか、記憶、評価じゃないもんな。音楽とかね。歴史知りたいなとは思いますよ。戦国とかね、戦国史とか三国史とか、戦国バサラとかもやってたんですけどね、名前しかわからないっていう。織田信長が、織田信長何したんですっけ。本能寺の変で焼かれたことは知ってるんですけど、実際何をしたのかとかも覚えられてないですもん、正直。
最近のニュースは見ると知ると心がすさむんでもう見ないっていうのはありですよ。ですね、あんまり見すぎても確かにすさみますね。あんまりこのくらいで楽しんでるから人生楽しいのかもしれない私。理系なんで、そう、理系なんでね、物理は苦手だけど。ここか、よしよしよし。歴史ダメでも戦国ゲームはやれるというわけで、グラスマの後は全国統一目指しますか。はーい。そう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 。今日目指したいんですよね。全国統一したい。こんばんは、今月の格付けニュースです。ありかも。時事ネタ配信ですか。いや、私のテンションが上がらないからな、何よりね。ダメだ。あ、シーズンズアフターフォール、ありがとうございます。そうだ、シーズンズアフターフォールの方では春がすごい雨、水っていうテーマだったんですよ。こうやって花とかも咲いてるから春かなーってちょっと思ってます。ありがとうございます。そしてやっぱ自然テーマの方は難しいですね。色がこう似た色があるから、多いから。うん、おいしい。これ狼じゃない？鹿か、鹿だ。いや、この尻尾は馬？狼？馬だ。だあ、絶対水飲んでるんだけど。水を飲ませればいいんだな。よし。戦国武将コロコロ名前変わったりするから大変。そうですね、名前変わったりっていうのはなんか人が新しく統一するからではなく、複数の名前があるからっていうのですか。これも変わるしね。戦国系とか好きな人は本当に好きですよね。私はちょっともう覚えるところからの難しさが強くて、でゲームとしては楽しいんですけどね。よー、馬だ。滝。滝だな。よしよし。ちょっと分かってきた。馬の登場によりなんとなく分かってきました。そう、ガラスのピースワールドやってます。グラスマスカレードです。ん？
時事ネタ、今月配信されたゲームまとめとかならいけそう。それは楽しそうですね。ただ私あんまりついていけているかというとついていけてないからですね。まだもうのんびりよな、私は。のんびり。今の月一配信のスタイルが一番合ってます。のんびりただ、やりたい時にやりたいゲームをしながら、喋る。月一配信っていう、期間の決まりがないと全くやらなくなるからね。一応、月一配信っていう、配信には、残して、配信を残して、自由にやるのがやっぱ、合っているな。パズルに動物の影を感じてテンションアップ。そう、一気にテンション上がりました。いいね。こうやってさりげなく動物たちが入ってるのいいですね。馬でした。よし。これは木だな。よし。違う。これは違うぞ。これは水がデコボコ垂れている。デコボコ垂れてる水はもうすでに作ってるんだけど。あれ？うん。美味しい。やっぱり私梅風味のもの好きですね。梅風味は間違いない。よし。でゲームニュースも多分ねできないんですよ。でもやるならね、そっちがいいな。時事ネタよりは。形は全く一緒なんだけど、全然違うな。日本の昔の名前のルールが複雑なんで分かりにくいです。ああ、ですね。そうそう、歴史上の人物みたいなの調べたら、だいたい複数の名前持ってますよね。あ、この人とこの人って同一人物だったんだ、みたいなの、ありそうです。難しい。音楽が寝落ちを誘う。そうなんですよ。このゲームは本当に寝落ちにぴったりのゲームなのでね。月一配信の最初にやるべきゲームではない気もするけど、やっぱ楽しいからやりたいんですよね。難しい。難しいな、これ。これは難しいぞ。あと、ここを埋めた方がいいね。案外ないぞ。これかな。よし。と
に飼われていない野生の馬ってなんか好き。神秘的ですよね。馬自体神秘的な生き物だけど、野生の馬ってなるとなおさらね、素敵ですよね。当たるの？そこなの？適当にしたのに。なんだ？なんだ？ここか？いや、全然違う。いや、難しいな、これ。難しいぞ。結構。暗い色してるからこっちの方だろうなとは思う。カキのおかげでスチームというゲームコンテンツしたんですよね。したんだよね。やったー。スチームはいいですよ。いろんな魅力的なゲームがいっぱい。他にもね、いろいろあるんですけどね、もっと。ゲームのサービス。私はもうスチームでいっぱいいっぱいなので、スチーム一本なんですけど。嬉しいですね。スチームの素晴らしさを教えてあげられたなら。ここか？わからないよ。なんかわからない。難しい。ここかな？あー、ここだ。美味しい。カプレーゼとは別に梅水晶、梅水晶じゃないな、梅クラゲ食べてます。美味しいです。こんばんは、いらっしゃい。Xbox 進めたいな。私、ゲームパスでしか触っていない人間ですが、Xbox のサービス、Xbox の実機も持ってないし、そんな人間ですけど、いやー、Xbox はぜひ、みんなにおすすめしたいですね。ゲーミング PC を買うつもりはないけど、なんかコアなゲームしたいっていう人にはぜひ Xbox を買ってほしい、おすすめしたいんですけど、なかなかね、やっぱり日本での流通量が少ないからなかなかおすすめできないんですけどね。気持ちとしてはぜひみんな Xbox をって思うんですけどね。難しい。難しいな。この石の感じが難しいんだよな。どこだ？え、わかりそうなものだけど、わかんないな。ここまで来たらわかりそうなものなんだけど。何これ？ああ、これだ。いやー、難しいな。ああ、これだ。これか。
あ、ここか。難しい。多分ハードモードじゃなかったらそこまでじゃないかもしれないけど、いや向きがわかんないよ。難しい。楽しい。こうか、こうか。この向きでこうか。こうだ。ああ。よーし。よーし。オッケー。ああ。ああ、難しかったー。58% だ。楽しかった。今日の最後を飾るのにふさわしいパズルでしたね。あ、やっぱ春なんだ。いや難しかった。こっち、これやっぱ楽しいですね。グラスマスカレード、ふぅ、雰囲気はなかなか変わりましたけど、綺麗さとこの穏やかな気持ちになれる感じは変わらず健在でした。あー楽しかった。ありがとうございます。これを7分はきついですね。ノーマルモードでもなかなかきつそうね。部屋に飾りたくなるイラストですね。そうそう、グラスマスカレードのこの絵、何か欲しいですよね、グッズ。お、なんで帰ってきたの。今から風呂、お気をつけて。お風呂、お酒入った状態のお風呂は危険ですからね。うー面白かった。難しかった。難しかったな。石の感じが難しかったのと、木のね、葉っぱの向きが四方八方なんですよね。うん、上向いてるのもあれば左向いてるのもあって、右向いてるのも下向いてるのもあるから難しかったですね、この絵は。あー楽しかった。楽しい。7分はノーマルで目指すべきですね。ふー